いって。誰映してんの今？西川さん。俺映してんの？今日の意気込みはどうでしょう？頑張ります。お願いします。まあ、あの、よろしく。ありがとう。お願いします。あ、もう映ってないです。カナさん、今日はなんか一言お願いします。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。強さだけがあいつ
明日への道は解決されず、ただ胸の中にあやふやな一人を残すだけと知っていた。心の引き金引く時は自分に決断迫る時と、急いでるよ、急いでるよ。本当にもう毎年毎年忙しくて、練習の時間もなかなかだったんですけどもね、なんとかここまでこぎつけまして、ちょっと待ち疲れで僕らもあたふたとしておりましたけども、あと、うちと主催者の力と、最後まで頑張りますんでね、みんな聞いていってくださいね。
急いでと思ってカルピスのところ忘れてしまいました。すいませんでした。チューニングという曲でした。このギャグ。
しがりの観光客、疲れた顔したサラリーマン、抱き合う二人、いろんな夜を見てきたさ。俺といえばいい顔を描き、それに見合う報酬をいただくだけ。ある日ある男が札束並べ、俺の描いた絵を描いたいと。その女の絵だけは知ってるんです、この間ね、京橋久々に歌いに行きました、女の子の学生かなんかの似顔絵師が来てたみたいで、横にいます西川さんの話によりますとうまかったという話だったんですけどね、その似顔絵師の、思って、まあ、書いた曲なんですけど、しんみりしてます？元気に行きましょうね今日は。
無理やって。What in the-
船に揺られて生まれたわけを探してる。でも夜が来れば
企画してくれました。力に感謝いたします。まあ、あのチケットに書いてありますけども、カレン誕生と書いてありますが、カレンとはうちの娘のことでありまして種を明かしますね。カレンの方は、元気で、もう今いたずらがひどくてね、何でも物を口の中に入れようとするからね、僕はもう足で蹴飛ばす毎日で、まあそのカレンと、うちの嫁さんに対してまた、曲を作ってきたんですわ。その曲を最後に、締めます。また恥ずかしいと思ってんねやろ、そこのどっか我が最愛なる女へという曲です。悪かったね。Kiss
強く感じてる。そして僕は見つけたのさ、愛の形がここにあると。どうした今日は。町塚です。眠いっす。眠いっす。これかな。ドド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 ドあ、そうですか。よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。